ごめんなさい。じゃあ、はい、行きますね。頑張ります。トニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしに聞いてほしいと思い番組をスタートしています。なおこちらの放送は FM ギノワンの収録放送となっております。収録の様子は通義キャスや YouTube アーカイブ、リアルタイムでは車のラジオやお家のラジオ、スマートフォンアプリリスンラジオなどでお楽しみいただけます。公式インスタ箱庭アンダーバー527にてメッセージやリクエストなどを募集しています。ギノワン FM ギノワンのメールアドレス797@fmginowan.com にてメッセージや リクエストなどもお待ちしております。あなたのお好きな場所でお好きなフードとドリンクを楽しみながら約25分間お付き合いください。はい、MC アートメイントニーとマナミさんと2人で、はい、やっていきます。今日もごたごたです。はい、今回も、急遽ゲストさんが来たので紹介していきたいと思います。はい、今回のゲストは、癒し空間平野さんということでやっていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、キラナさんはですね、五感シロダーラっていう沖縄で唯一ここでしか体験できないことをやっているサロンオーナーさんです。はい。すごいワードが出てきましたね。五感シロダーラ聞いたことありますかもね、皆さん。今日初めて聞きました。そうなんですね。シロダーラはアユールベーダーの中の一つなんです。アユールベーダーはなんとなく最近健康ブームとかいろいろなことで、はい、聞いたことがあるかと思うんですけど、アユルベーダはインドで5000年の歴史があるインド哲学みたいな感じで、で、5000年、歴史があるので、皆さんの昔ながらの健康法みたいな感じな、で、現代も現在今でも使われているものなんですね。で、その、アイルベーダの中に、例えば、内科とか外科とか、横に、ヨガとかみたいなこともあるし、その横にシロダーラっていうのがあるんですよ。そうそう。で、その中で、シロダーラ自体は、このオイル、ごま油とか、あとミルクとか、いろいろ垂らして、の額に垂らすんですけど、そう。はい、それで、人間って思ってるよりめちゃくちゃ脳使ってるらしくて、そのシロダーラを通して脳みそをちっちゃくするっていう脳ケアをしてるんですよ。で、五感シロダーラっていうのは、オイルじゃなくってハーブ水なの、を使ってるので、髪の毛がベタベタにならないっていう部分で、そう焦点当てて活動しているのが、キラナさんの施術内容となってます。そうなんです。脳ケアって言ってもあんまりあれって脳マッサージってどうやってやるのって感じじゃないですか。脳って触れないじゃんみたいな。ね、頭はマッサージできますけど、頭蓋骨の中に脳がある限りは脳のマッサージってどうやってやるのって思うと思うんですけど、実はその液体を垂らすっていうそのシロダーラの手法で、額に液体が当たると波動ってあるでしょ。雨粒とかがさ、水たまりにポチョンって落ちると、ファンファンファンってこう、広がる波紋あるじゃないですか。はい、あれが、実は額に当たると、もう、人間もほとんど水でできてますからね。雨粒のように当たったその液体が、脳というか頭蓋骨の外側のお水に波紋を作るんですよ。その波紋がちゃんと頭蓋骨の中の脳まで優しく届いて、優しく揺らすとマッサージされるっていう仕組みなんですよね。
そうそうそう。そうなんです。頭蓋骨の奥までなんか届かないイメージがあるんですけど、うん、ね。ね、それがね、不思議なのよね。で、一応、ね、私がこう今始めたのとかなり怪しいって思われるかもしれないけど。確かに。あるあるですよね。あるあるよね。始めた頃はなんかみんな周り知らないから怪しまれるみたいな。そうそうそう。でもね、一応ね、インド5000年の歴史がちゃんとあるので、うん、ね、こう、なんていうの、全員にこう、化学の薬品みたいに絶対このウイルスに効くんだとかそういうわけではないけれども、うん、脈々と伝わる歴史の中で効果があったから今に伝わっているっていう感じなので、うん、一度体験しに来てください。これはね、説明できない。何、そう、わかんないですね。はい。でも一応、この、私も最初はもう全然信じてなくって、うん、まあ、とりあえず、なんて言うんですか、とりあえず、お付き合いで一回やってみようみたいな感じでやったら、めっちゃなんか効果あって、後で本当に写真見せますね。もう本当にのがスッキリして、はい、そうそう。なんか、頭痛とかあったら、あ、なんか白ダール受けたいなっていうのが最近多いです。そうそうそう。脳ですからね。そう。何でもこう、司っている場所じゃないですか。はい、なので、体の調子だっても脳がやっぱりいろいろなことを調整しているし、うん、普通に考えて頭使ってたら、なんか脳疲れるのはわかりますよね。うん、すごく一生懸命勉強とかした後、やっぱ頭疲れるじゃないですか。はい、うん、それって、やっぱり、ケアしてあげると、元の状態に戻れるんですよ。うんうん、なんで、物理的にも、疲れてるものを休ませるっていうことはできるし、うん、あと、いろいろな調整をしている場所なので、うん、ちょっとこう疲れてくると、たまに体の調子がちょっと良くないところが出ちゃったりする。うん、それが、やっぱり脳が普通に戻ることで、普通の正しい状態に戻るっていうこともできるし、うん、あと、心だっても体だってもやっぱり頭と脳とか関係あるから。つながってますよね。そうなんですよ。だから、なんか、よくわかんないけど、頭に水垂らしてあったら気分良くなったみたいな、そういうこともあるし、あと一番わかりやすいのは、もう、今からさ、施術に入りますからね、いよいよ本番ですよって声かけようかなと思ったら、もう、あら、お休みになられてますねっていう時もあるので、そう、なんか人によって寝てるみたいです。そうなんです。そう、なんか周りの人にあれって寝れるんでしょって言われるんですけど、はい、私めっちゃおしゃべりだから施術中もずっと喋ってて寝れないんですよ。寝たことあるんですかって言いたくなるくらいに、まあ、個人差はめっちゃあると思います。うん、そうそうそう。人によってはそうやってもうすぐ。そうです。方もいるし、はい。後に食べたいに食べる方もいる。そうです。そうなんです。で、そう。ね、使ってるお水も、普通のお水じゃなくて、例えば、私がよく使ってもらってるのは、月桃とか、あと、これから、ラベンダーとか、そのお花によって、やっぱこの、なんだろう、効果とか効能とかあるじゃないですか。それを、まあ、お水に使ってもらうことで、それをよりよくまた、脳に、なんだろう、ケアしてもらうっていうのをやってるサロンオーナーさんです。ね、香りがね、やっぱりお花から入ってくるだけでも、今度はそのお花の側の、薬草的な効果も得られるし、それから、額って、経皮っていうこの皮膚から吸収することも、はい、普通の場所、例えば腕とかに比べて6倍あったりするので、あ、確かに、うん、ただ垂らすっていうことだけでも、その脳のマッサージができるんですけど、その垂らしてるものの効果も一緒に受け取っちゃいましょうねっていうことで、薬草的なものをブレンドしたりとか、選んでもらったりとかしながらもやったりしています。はい。なるほど。すごいですよね。そうそうそう。っていうのを、沖縄で唯一体験できるサロンになってるので、そう。で、あと、なんだ、2ヶ月に1回イベントも、その、キラナさん出てて、その告知も後ほどさせていただければと思います。はい、ここで、1回1曲をね、挟みましょうか。はい。はい。今回はキラナさんのリクエストで、夏川りみさんの長そうそうです。どうぞ。
こんな感じ。あ、よかった。ごめんなさい。めちゃ出すの。全然大丈夫です。リボンが頑張って。ね、やったー。さっきもコメントくれましたね。そう、私の、あれです。ミキコさんの、はい、私が一緒に出た子の、はい、そうそう、子です。で、今日仕事休みって言ってたから、聞いてくれてるんです、ね。そうそう、はじちさん絶対聞いてね、つって。で、終わった後に私のも聞いてね。なるほど。そうそうそう。やったー。嬉しい。一番流した後に、後ろで流してもらって、ね、後半行きましょうか。二個の話するか。あおの飲めます、はい、よかった、よかった。そう、はちみつ。甘さが、ね、はちみつが入ってるからあれですね。そう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 。で、はちみつって砂糖じゃないので、はい、で、ノンカフェインだから、そうそうそう。ああ、いいんですね。そう、体にいいと思う。はちみつだったらいいんだ。なんか最近そう、なんか私甘いの好きなので。そうそうそう、砂糖控えれって言われたんです。そう、だから私も砂糖控えれって言われて無理だったんですよ。けど、はちちさんのセッションを受けたら、もう全然砂糖を受け付けられなくなって。ちょっと避けますね。そうそう。避けます。はい。はい、お届けした曲は、夏川りみさんの野田そうそうでした。はい、こちら、キラナさんのリクエストなんですけど、そう、実はキラナさん名古屋出身で、そうそう、名古屋出身なんですけど、で、沖縄が好きで、まあ、半分移住っていう形でこっちに来てくださっております。で、まあ、キラナさん、いろいろやってて、いろいろやってまして、そう、まあ、さっき言った五感白ダーラもそうなんですけど、2個。はい。なんていうのかな。三振は弦が3つだけど、二、はいはい、個で。では、二本だから二個ですね。ねはい。そうそうそう。で、流行りましたよね。なんか昔。そう。なんか、十二学部。そうです。でしょ、女子十二学部って流行ったでしょ、はい、実はその先生に習ってるの。あ、すごい。そうなんですよ。ちょっとだけ中国に私住んでたことがあって、その時に知り合って、で、その時の先生にずっと今でも習っていて、去年かな、日光をみんなで合奏しましょうっていうのが、あそこであった、アリーナ、ゲノアの、コンベンションセンター、200人集まってやった時に、キナショウ、あ、そうだ、キナショウ吉さんとか、うん、そうそうそう、うちの二校の先生とか、こう二校の先生、中国から来てる二校の先生、皆さんでやった時に、はい、後ろの方でちょびっと弾かせてもらった。合奏で。そうなんです。で、ずっと習っていて、うんうんうん、今年の発表会は、実はこのなんだそうそう弾こうかなと思って、今練習中なんです。はい、うん。なんかもう、じゃあなんか持ってるの多すぎていろいろあるね。そう、いろいろありすぎて、そうそう、これもまた来週の収録の時に話できたらいいなって思うんですけど、そう、で、コメント来てますね。みぼんさん頑張ってありがとうございます。そう、みぼんさん自分の大学の同級生なんですけど、そうそう、いつも陰ながら応援してくれる、嬉しいですね。そう、優しい子なので、ぜひぜひありがとう。ありがとうございます。そう、っていう感じなんですよ。白だらか、すごいな。他に何やってましたっけ？いろいろ習うの大好きなんで、いろいろな資格を持ってまして。はい、はい。実は、ヨガインストラクターも持っているので、こちらではビーチヨガやらせてもらったりとかも、はい、していたりします。もうちょっと経ってこっちにいる時間が長くなったら、うん、朝ヨガを、うちの屋上で7時とかから30分ぐらいやる、みんなこうできる人どうぞってんでやりたいなとは思っています。うーん、はい、確かにヨガすごいですよね。なんか
この前大宜味村にみんなで泊まりに行った時に朝からやってましたよね。やりましたね。40分ぐらいやりましたね。はい、すっきりしますよ。それも朝やるとすごい、ね、気持ちよく、はい、動きが、はい、そうです、軽くなります。はい、そうなんです。ヨガとあと、はい、そうですね、オノレーション、オノレーションも師範を持っておりまして、うん、オノレーションって何だっけ、オノレーションって何でしょうですよね。オノレーションって字のごとくで、あの一応書なんですけれども、習字のようにお手本通りに美しく書くんではなくて、うん、自分 のありがとうだったらありがとうっていう文字を書けばいいんですよ。それも筆ペンでよくって、うん、あのオノレーションだから、自分がこう書いた文字があなたの己の書なので、あ、なるほど、うん、上手い下手はありません。だからもうちょっと書道家さんが見たらびっくりするような文字かもしれないけれども、うん、それは味なんですよ。あ、なるほど。そういう、あの、まあ、はがきに少しね、ありがとうの気持ちを書いて送るみたいな気軽にできる書を、うん、あのやってみませんかっていうのに、少し、まあ、うん、あの絵をちょこっとだけ添えて、でもそれも、うん、あの筆ペンとかでできるような簡単なものでやりましょうっていうのの師範も一応持っております。はい、あとはアロマとか、はい、アロマもやりますね。はい、はい、うん、アロマもあるし、ネイルもやってますよね。ネイルもやってますね。ジェルネイルもできますし、あと耳つぼも実はできます。耳つぼもできますし、そうなんですよ。あと一個なんかあった気がする、名前が出てこないけど、なんかあった気がする。でしたか、ね、あと ね、あの実はチーズも大好きで、はい、チーズ、うん、チーズの、あの、コムラードオブチーズっていうのを持っていて、割と世界中のほとんどのチーズ全部食べて勉強しました。すごい、それは初耳だ。うん、なので、あの、なんかそういうのを楽しむ会とかもまたできたらいいなとね。あの、沖縄もチーズ作ってらっしゃる方いらっしゃいますもんね。確かに多い、うん、多い、多い。その沖縄チーズ特集やっても面白いですよね。確かに。武蔵さんからコメントが来ている。トニーさん、ゲストさん、ミキサーのマナミンさん、リスナーの皆さん、こんにちは、シャイ、ラジオ収録お疲れ様です。いつもコメントくれる方なんです。ありがとうございます。あー、すごい。そう、チーズ、私も個人的にチーズ好きなんですけど、そういうのがあるとは知らん。あるんですよ、実は。面白いですよ。じゃあもうこれきっかけにまなみんさんも弟子入れに。本当です。デビュー、デビューしましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ一旦ここでインフォメーション的なアナウンスをしていきたいと思います。お互い、あの、まあ、イベントで結構出ていることが多いので、また自分のやつからいきますね。7月28日日曜日ですね。こっちが内泊公民館、宜野湾の内泊公民館できっかけマルシェというものを、開催します。そこで、ISD 個性心理学で、イベント出展をしていますので、ぜひお友達を誘って遊びに来てください。お願いします。で、キラノさんのやつ、自分で言います？私が言いますか？私が言いますかね。キラノさんのやつは、8月3日の土曜日ですね。8月明けてすぐの週。8月3日の土曜日に、レンタルスペースのザ・プレイス沖縄宜野湾っていう場所があるんですけど、これが宜野湾の町木にあるんですけど、そうそう、そこで、大人の文化祭マルシェミニっていうのを2ヶ月に1回やってるんですよ。で、私も、その、なんだろう、4月まで出てて、で、名古屋と沖縄交互、なんていうんですか、この交互にそうやってる行事があるんですよ。で、私は、名古屋の方に1回5月に遊びに行って、そうそう。で、今回は私はもう、運営側、スタッフ側でちょっとお手伝いしながら、やっていこうと思うんですけど、そこで、イベント出展、キラナさん出ますので、あの、五感白だあらって何だろうとか、なんか、とりあえず脳マッサージされたいなっていう方に、ぜひ遊びに来ていただければと思います。で、本当、今回特別仕様で縁日仕様になってるので、子供が、喜ぶような、輪投げ、ヨーヨー釣りとか、あと、
焼き鳥とかの販売もやるって言ってたので、ぜひ遊びに来てくださいっていう感じです。はあ、すごいですね。そう、そのイベントもあるんですね。そうなんです。そうで、まあ、キラナさんのブースは、本当はこの白ダーラ自体が通常価格1万円するものなんですけど、うん、1回なんですけど、なんだっけ、このイベント出店価格で、4000円で体験できるということで、ぜひ、そう、破格ですね。そう、そうなんです。すっごい破格なんですよ。はい。はい、そう。で、ね、ここだけなんだが、うん、この白ダーラ自体体験できるのが今のところ、このキラナさんのサロンの、うん、と、この大人の文化祭、そう、イベントだけなので。五感白ダーラね。白ダーラは他のところでもまだあるかもしれないんですけど、五感白ダーラは私のところだけなので。はい、っていう感じで。はい、やってます。ぜひぜひ体験してみてください。これはね、聞いても多分なんだろうっていう疑問がどうしても残ると思うので、はい、ぜひぜひこの機会を自分で体験してみてわかる。はい、そうですね。はい、多分人によって感じ方とか違いますよね。違いますね。そうそう。私みたいにその。なんだろう、喋ることで浄化をするみたいな、なんかちょっとハジチさんみたいな言い方しますけど、うんうん、そうそう、喋ることでストレス発散するっていう人もいるし、多分、うん、眠ることで、うん、ストレス発散するっていう人がいると思うので、やっぱ違うかなって思います。なので、ぜひ遊びに来てください。体験してみてくださいね。はい。じゃあ、残り時間あと4分30秒というところになったので、締め的なエンディングないんですけど、この番組なんかあれとかあるんですか、インスタとか、うん、あ、インスタありますあります、はい、あるので、うん、後で貼らせていただきます。今ちょっと私の携帯が、あ、そうかそうか、そう、インスタライブしてるので後で貼っていきたいと思います。五感白ダーラとかで出てくるんですか、ね、多分癒し空間キラナって検索したら出てきます。カタカナで癒し空間キラナってやったら、女の人が施術しているあのアカウント、写真アイコンが出てくるので、それをやっていただければ大丈夫だと思います。で、キラナさんのサロンに行くと、そのさっき言ったネイルだったり、あとヨモギムシ、ハーブムシ、もう気になってました。そうなんです、ヨモギムシよく聞きますよね、うん、はい、はい、そうなんですよ。この頃ね、沖縄暑いからエアコンなしで過ごせないんで、うん、実は体は冷えてるんですよ。なあ、そうするとね、むくみにつながるので、血統はね、温めるっていうのにとても優れた効果を表すので、うん、そこら辺の沖縄の人たちはもう庭に入ってる雑草とかよく言われるけど、あれ本当にいいいいハーブなので、確かに血統めっちゃいいですよ。そうなんです、葉っぱをもうチョキンとして蒸せば、お風呂に入れるだけでも大丈夫なので、うん、温まってあげると逆に爽やかになるし、むくみも解消されてくると思うので、うん、エアコン使ってる今の方が体温めるというのは大事なことなんですよ、実は。だからそういうのもやりに来てもらえれば血糖蒸しもできますので、うん、はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。ということで、今週の回はこの辺で終わりたいと思います、はい、また来週の回もキラナさん出ていただきますので、違う話題で盛り上がっていけたらいいなと思います、はい、ということで、なんだっけ、締め方忘れてしまったトニーと、どうぞ自分の名前を癒し空間キラナです、と、まなみんさん3人でお送りしました、はい、また来週お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。一回目こんな感じ。すぐ始めていいですか？はい。